緊急事態宣言に伴い、必要があればここに自衛隊などの医療スタッフを動員し、特別措置法48条に基づく臨時の医療施設として活用することも可能であると考えています。医療への負荷を抑えるために最も重要なことは、感染者の数をのために GDP の2割に当たる事業規模108兆円、世界的にも最大級の経済対策を実施することといたしました。困難に直面しているご家族や中小小規模事業者の皆さんには、総額6兆円を超える現金給付を行います。1世帯あたり30万円に加え、次の児童手当支払いに合わせ、1人あたり1万円。学校休校が長期化しますが、オンラインなどで学習できる環境整備を地域と協力して